まあ、なので、まあ、市場分析ってまあどういうふうにやるんだろうというのを自分の中で考えてみて、まあ、こういったあのフレームワークを一応作ったという感じになってます。で、まあ、このよく私のメディアでこういったなんか縦軸と横軸とでみたいなこうあのポジショニングマップと呼ばれる図を作っているんですけれども、まあ、これまあ縦に必要性の高さ低さというものを取って、まあ、横軸に中毒性が高いもの低いものというものを取っています。で、まあ、このまあ、ちゃんとサービスとして成立するのものはこの必要性が高いか中毒性が高いかもしくはどっちかどっちも高いよというようなあのサービスじゃないと生き残っていかないと思っています。まあ、その必要性×まあ中毒性あとまあそのサービスってどれぐらいのユーザーが使うポテンシャルがあるんですかというところであのターゲットの規模もあの掛け合わせてまあなんかまあこのビジネスいいんじゃないのというような、 なんか考え方をしています。